はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は速報千葉銀カップ、世界三大カップを制したのはということで、プレーシーズンマッチですね、この時期恒例柏レイソル VS ジェフ千葉の、試合マッチレビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、世界三大カップと、言われるこの千葉銀カップでございますけれどもね、いや本当シーズン開幕が近づいてきたなって思う対戦カードになりました。で僕もねスカパー、もうルヴァンカップ始まってからスカパー契約すればいいかなと思ったんですけれどもね、ちょっと千葉銀カップが見たいなと思って、今日の午前11時ぐらいにスカパーサッカーセットを契約して、この試合とあと同時視聴的に鹿島と水戸の、ゲームを見たんですけれどもね、さあ、今回その試合の印象をやっていこうと思ってるので、最後までよろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーガー、浦和レッズや九州勢を中心として動画を作っておりますけれど、サブチャンネルの方では J2 専門チャンネルということでやっておりますんで、よかったら、サブチャンネルの方は動画概要なんかよろしくお願いいたしますということで、やっていきましょうかね。こちら千葉銀カップを制したのはジェフ千葉ということですけれども、レイソルどんなシステムで来るんだろうと思っておりました。4バックなのか3バックなのかというところだったんですけれどもね、選択したのは柏レイソルは4バックということでね、一応この並びですね、右から片山達太、古賀、そして三丸というところが4バックのメンバーとなりました。そして中盤は 4-3-3 の形で、アンカーに高峰選手、そして左先頭右山田浩太というメンバー、そして3トップは細谷、小山松、マテウス・サビオ、この選択で来た柏でしたけれどもね、しかしちょっとやっぱこの4バックというのがどんだけね完成度があるかどうか、なかなか難しい部分もあったのかもしれないけれども、2失点ともビルドアップのミスですね。1点目は佐々木選手のパスはさすがに達田はどうしようもないって感じだったと思うんですけれどもね、その達田選手の跳ね返りというか、なかなか表現が難しいですけれどもね、そこを最後詰めていたのは小森選手ということで、新卒の選手小森選手ですね、あそこにしっかりいるということが僕は大事というか、ラッキーなゴールとか、なんかそこにいたからなんかたまたまね決めただけだろうみたいな感じでね、ああいうゴール、ごっつぁんゴールじゃないけれどもね言われがちなんだけれども、ただやっぱねそこにいることが大事と僕は思っているんで、小森選手ねこれ幸先いいスタート、切ることができたんじゃないでしょうかね。そして2失点目ですね、2失点目に関しても今度達田選手のバックパス、そこから佐々木選手がうまく処理できず、ただあれはちょっと達田選手の戻すタイミングとか判断が悪かったかなって僕の目にはね映ったんですけれどもね、そういうビルドアップのミスから2失点というのがレイソルの失点シニアになってきますね。で反対側、じゃあジェフ千葉はどうなのかっていうところでね、前半結構小屋選手小森選手がねこの試合状況に応じて左右入れ替わったりとかしていましたしね、で右サイドでボール持っている時はしっかり反対サイド三木選手がトップ下の位置に顔を出して、三木選手プラス2トップで攻撃をやりきろうみたいな形も見えました、このジェフ千葉なんですけれどもね。ジェフ千葉さっき言った通り、この柏レイソルのビルドアップミスをつくようなプレッシングのやり方とか立ち位置、これがしっかりできたんじゃないかって感じがしています。やっぱりプレッシングとかね全体で連動していかないといけないっていうのもあるんですけれどもね、結構でもレイソルもこのジェフ千葉のプレッシングかいくぐってねボール運び出すみたいなシーンもあったんで、ここはさすがねレイソル J1 の意地を見せたなっていうシーンもありました。やっぱりそこ小山選手がうまかったですね。密集抜け出したところ、出口のところにしっかり小山選手がフリーで立っているんでね、この小山選手の立ち位置も良かった。そしてそこにしっかりパスを出した仙東選手ですね、多分何本かこの京都立花のコンビで、チャンスを作っていたと思うんですけれどもね、中盤しっかり仙東選手から、決定的なパスも何本か出すことできていたんで、レイソルは中盤3枚はね調子良かったと思うんですよね。さっきも言った通り、この仙東、山田コート、高峰、この中盤の3枚に関してはコンディションがいいんだろうなって、いい準備ができたんだろうなって感じが、見て取れましたけれどもね。そしてそのレイソルも1点返すんですけれどもね、小山選手がしっかり持ち運んでから最後山田選手が決めるということで、この山田選手も新加入選手ですしね、多分山田選手 4-3-3 のインサイドハーフってプレー経験がないと思うんですよね。多分山田選手って2トップの一角とかトップ下で、やっていた選手になってくるんで、4-3-3 インサイドハーフというのはそんなに慣れたポジションではないはずなんですけれども、いやしっかり守備のとこもやれていましたしね、オフェンス面ではしっかり違いを作ることもできていたんで、この山田コートはやっぱ今年鍵になりそうな選手かなと思いましたね。まあそういうことで、前半はジェフ千葉が1対2でリードして折り返すんですけれどもね、後半6分ぐらいかな、すぐさまレイソルも追いつくことできましたね。そこはやっぱ J1 の意地、あそこ良かったですね。マテウス・サビオと山田耕太が絡んで最後、細谷選手がヘディングで決めるということで、ゴールキーパーの正面に飛んできたんですけれどもね、そこはやっぱりストライカーの意地、気持ちで決めたゴールという感じがしましたけれどもね、あの得点決めた後の細谷選手のゴール裏のサポーターに向けてはどうだっちゅうね、あの感じ。僕は好きですねって感じで、細谷選手のゴール、これ演出したのがまた山田選手ということでね、1ゴール、1アシストの活躍をこの試合、見せたんで、ちょっとこの選手注目ですよね。で、決勝点はしかしジェフ千葉ということで、素早いスローイングで勝利って書いてますけれどもね、あそこだからジェフ千葉誰が入れたのかちょっとスローアーまでちょっと、見えていなかったんですけれどもね、スローインからね、そこからジェフ千葉ボール運んで一気に決めて最後、ね、ちょっとあれもだから最後ね、三丸選手の、クリアというか、ボールの処理はどうだったんだって話もあるかもしれないけれども、その前のやっぱスローインのところで勝利って感じですよね。本当ね、そこ、ジェフ千葉のスローインのスタートが早かった、リスタートが本当に早くてね、そこからジェフ千葉一気に攻め込んだっていうのがあったんで、あそこだからね、どうか、柏レイソル達田選手ですかね、あそこの対応としてはどうだったのかとか、そこもちょっと問題になりそうな感じもするけれども、しかし小屋選手、この試合2点目決める、ストライカーらしいゴールだったと思うんですけれどもね、しっかりこれもそうですよね、しっかりそこにいることが大事ということでね、こぼれたところにしっかり詰めて決めるということで、だからジェフ千葉は本当90分間ね、集中してた感じがします。しっかり90分間、この試合展開読みながらも集中してプレーすることができていたからこそ、この3点目生まれたのかなっていうのが僕の中の印象で、レイソルはだから最後までこの失点シーンにはディフェンダーの選手が絡んでしまったんで、そこは修正点かなっていう印象を受けましたけれどもね。で、あとジェフ千葉は途中から出た、椿選手とか田中選手も良い動き見せてました。本当印象的なプレーが多かったです。田中選手はどんどん1対1を仕掛けていくシーンもありましたしね、椿選手に関してはね、密集抜け出して自分でボールを運んでいく、そんなシーンもあって、椿に関しては僕はもうギラバンツ、北九州の時から好きな選手にはなってくるんでね、これぐらいやっぱりやって当たり前というか、当たり前なプレーではもちろんなくて、難しいプレーとか、難しい場面でのプレーもあったんだけどもね、ただああいうプレーって椿選手の得意なところ、本当密集を抜け出すとか、1対1をどんどん仕掛けていくとか、そこは椿選手の良さであって、僕の J2 ナンバーワンドリブラーは椿選手であってね、もう J1 でもね、いつでもこれやれる準備できてんじゃないかなっていうのがやっぱ椿のこのドリブルの良さと僕は思うんで、今年このジェフ千葉椿っていう大きな武器、しかもなんかサイドバックで最後ね、出ていたんですかね、椿選手ね、本来はね、サイドアタッカーもう一列前の選手なんですけれどもね、多分サイドバックとしてね、最後の方出ていた感じがするんだけどもね、ちょっとそこのポジションを間違ったら申し訳ないんだけども、ただやっぱどこでもできる、試合の途中からこれ椿が出てくるというのは対戦相手からしたら相当嫌な感じがすると思うんで、本当ベンチワーク含めて90分間しっかりゲームコーディネートできたのはジェフ千葉かなっていうのはやっぱり思いますけどもね。でレイソルに関してでもね、敗戦、確かに負けてはしまったんだけれども、ただこの前線の選手のコンディションは非常にいいなと思いました。さっきも言った中盤3枚、仙頭、高峰、山田、この3枚も非常に良かったですし、で小山津、細谷、この辺も良かったで、マテウス・サビオ選手も得点に今絡むというか、山田選手のアシストを決めている選手にはなってくる。ただ、マテウス・サビオはちょっと体が重いのかなってとこもありましたけれども、例えばこう一瞬のひらめきとか、そこはさすがだなっていう感じがしたんでね、マテウス・サビオもうちょっとコンディションが上がってくればね、前線が活性化する感じもしますんでね。で途中から出てきた武藤選手もね、やっぱりこう間で受けてボールさばくのもうまいですし、1回惜しいシーンあったんですよね、ゴール前、ボールがこぼれてきたところに武藤が詰めていたんだけれども、最後、決めきれずみたいなところもあったんで、レイソル、これに対してドーグラス選手とかね、大卒の落合選手とか、本当いい選手がたくさんいるチームにはなってきますんで、ちょっと後ろは確かにね、不安定で枚数的にもどうなんだとかね、言われてはしまうんだけれども、ただそこ以外ですよね、前線の破壊力とこのコンディションの良さで言うとちょっと怖いですよね。本当後ろさえね、うまいこと修正できればなっていう感じのゲームではあったんで、このねレイソルの433システムがメインになるかは分かりませんけれど、ただちょっとやっぱこう前線の破壊力、これは昨年よりも増した感じがしますしね。で、あとそう新外国人選手もね、レースをいます、フロート選手ですかね、もういますんで、ちょっとこの選手がフィットしてきたときに、どういう新しいレイソルを、見せることができるかどうか、いや、ちょっとレイソルも本当、印象がね、失点のシーンの印象が悪いんで、ちょっとこの試合どうなんだって感じになるかもしれませんけど、ただやっぱね、期待できるシーズンになりそうな感じはしますんで、期待ができるというか、ね、前線のこのイマジネーションとか、ね、連携とか、いろんなところで面白いサッカーができるんじゃないかと思うんで、ちょっとそこ注目して見ていこうと思いましたけどもね。はいちゅうことで以上になりますね。以上、パラプンテ、ゆうサッカーチャンネルのつつんでしょうかったらチャンネル登録します。さよなら。